おはようございます。ラスカルでございます。本日はあの人気店サラゼンさんにお邪魔いたしました。以前からお世話になっている博多デブちゃんの海さんとご一緒に伺わせていただき、普段は撮影等 NG ですが、特別に貸し切りの状態で撮影をさせていただきました。見るからに絶品な濃厚つけ麺をその他トッピングや一品物とで最高に味わってまいりましたので、本編の動画をお楽しみください。まず入店の前には店内に入ってからの流れを丁寧に説明していただいてからの入店となり、料亭のような雰囲気も相まり、この時点でテンションが爆上がり中でございます。皆様、本日は大変お暑い中ご来店いただきまして誠にありがとうございます。当店おすすめの食べ方がございますので説明させていただきます。入ってからはこのようにおすすめのつけ麺の食べ方を説明いただきます。動画で公開する内容はここまでとさせていただきますが、手順により旨味の感じ方も変わるので、来店した際にはこちらの食べ方をぜひ試してみてください。あ、美味しい。あ、甘い。甘いですね。味がある。ありがとうございます。左手。あ、そうですね。あ、麺とつけ割りで返させてください。ありがとうございます。締めにスープ割りがございますので。はい。また綺麗ですね。いい顔してますね。麺だけでもずっと食えますね。何回も言いますけど、2回目ですけど感動してますか。そう、甘さと、たまらんですよね。いっちゃっていいですか。どうぞ。まだいってなかったですか。まだ。いや、もう麺が美味しすぎてまだ今つけてなくて。2回目なのに、うわぁ、めちゃくちゃうまい。言葉が出てこないじゃないですか。そうですね。もちろんつけ汁を見てもいわゆる豚牛のお店とは比べ物にならないぐらい濃度が入ってるのも分かったんですけど、豚と魚介のバランスとか、まあ、武士のバランスとか、何よりもあのスープの分のわざとこしすぎないようなザラつきも残しつつ、上に振ってあるこの粉末のこの水分量の違いでザラつきもこの口の中で変わってくるので、アクセントがすごい入れた瞬間に面白いなっていう。これぐらい残さないとこの麺に負けちゃうんでしょ。味というよりも食感とか舌触りがめちゃめちゃ美味しいです。うん、とにかくめっちゃうまいです。細かいことはいいんですけども、めっちゃうまいです。美味しい。
集中しすぎてフルトッピング頼んだんですけど全然ここ、こうばっかり行ってくるいただいちゃいます。前だ。あったかいうちにこう。まあ。貸し切りで喋って OK 出てるのに喋る余裕がないというかもう、 うわうまこう見えてこう見えてよう食えないこれお願いしてもよろしいですか。もううますぎてドボッつけたらね、ほぼなくなっちゃう。かき豚のチャーシュー、めちゃめちゃうまいですよね。一番最後まで。うまい。あ、すいません。ありがとうございます。お好みですが。温かいのを詰めて温めといて袋を開けてとんでもなくうまかったですねそれごちそうさまでした。ありがとうございます。